始まったの。ビアガーデンが始まったの。イエーイ。ビール、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 ビール。ピントがすごい。顔認証してるからなんかもうすごい忙しそうにしてた。テンションマックスですよ。なんと、はい、ANA グランブラザホテル富山さんのビアガーデンが今日から始まりました。はい、今年も飲むぞーい。というわけでですね、はい、やっぱオープンの日にいかんなんさ、どうすんだけ。そうやもう。だからね、北が一番のにしよう思って、2時間飲みも食べも1本勝負。2時間1本勝負で。行くぜ行くぜ、お願いします。お願いします。イエーイ、入るぜ。いや、一番乗りの一番乗りだとこういうことになっちゃう。打ち合わせ中だった。まだ準備中でした。気持ちが先走っちゃった。ごめんよ。ここがプレミアムシート、キャンドルとかもあるよ。見て見て見て、全然違うもん。エモいんだけど。こんな空間でビール飲みたい。こんな空間でビール飲めるん。うなちゃんでーす。うなちゃんでーす。これプレミアムシートの方がいいですね。ね、もう一個気になってるカップルシート、やっぱこれじゃない。こんな形、これも何してってもバレないよ。いちゃこける。ちょっと待って、ねえ、アリちゃん、アリちゃん、動物がいる。怖い怖い。アリちゃん、ヨーカモシカがいる。NA さん、NA さん大変です。俺もガンガン飲むようじゃないよ。私とツーちゃんここで、サンちゃんここです。そうね、ヘルプみたいな席で。ヘルプの席じゃない。ヘルプの席。ねえ、なんかちょっとさ、大きな声に言えないけどさ、エッチな感じじゃん。ちょっとこれすごいのね。あ、ヘルプのサンちゃん。これね、ルンルンしてる、ルンルンしてる。ちょっとなんか料理とか見に行かん。あ、見に行きたい。どんなのがあるのか。サンちゃんほじょってね。120分食べほのみほだからね。もうすでにいっぱい並んでる。まだ蓋開いてないけどね。アリちゃん、アリちゃん、一番しぼりがいっぱいある。一番しぼりもキリンラガーも飲めるんですか。レモンサワーもあるしさ、ハイボールもあるの。テキーラ、ジン、ウォッカ、ウイスキー、ノンアルコールもちゃんとあるんや。ミーツメイド、オレンジとジンジャーとファンタメロン、サングリアとかさ、赤ワイン、白ワインもあるよ。フルラインナップや。嘘、そんなわけないでしょ。そんなわけないでしょ。どうぞ。どうぞ。何だったの今の。ポチッとだ、ポチッとだ。おー、すごい。おお、泡の比率の良さ。わしのも、わしのも注がれております。めっちゃいいやん。とりあえず料理よりまず乾杯や。いきますか、アリさん。はい、2022開幕で乾杯。涙出そう。ねえ。写真撮られてる、ね、え、待って待って、ここに浴衣の女子2人がいるのに。そうそうそう、猛獣と写真撮ってる。うちら言われてないですか。言われてない。猛獣の方が先に撮られてる。うーん、そっか、そうですか、そうですか、そうですか。サンタ君も乾杯して。あ、乾杯。いや、ごくごくごくじゃないよ。ぷへーじゃないから。ぷへー、うははじゃない。めっちゃ美味しそう。これ好きな。フライドポテト、フライドポテト、まさかのね。お皿、アリピョン、お皿、お皿あげる。あーっと、お皿もらった。え、めっちゃ良くない。しかもこの細いやつがね、好きな。アリちゃん、トルティーヤ大丈夫？言いたいだけやん。アリちゃん、この、そう、アリちゃん、アリちゃん言いただけやん。食べ放題じゃなくていい気がしてきた。サイドメニューやん。いや、そうそう、サイドメニューだ。あ、やっぱ、やっぱアリちゃんの視力高いからさ。え？こういうセットありそうですよ。いきなりからフライドポテト。ポテトうまー。パーティー席の盛り方と一緒だよ、ツーちゃんのポテトの盛り方が。ツーちゃんやん、あれ。カップルシートだからさ、こういうのできる。うちらはやらんよ。うちらはやらんでしょ。できるやん。ちょっとドキドキしたけどね。前のビアガーデンの時さ、ツーちゃんと金子さん初めてそこで初対面で会ってさ、ツーちゃんベロベロに酔っ払ってさ、で一回ゲロ吐いて。懐かしい、2年がすごい。ほんまにお世話になっております。次何行くんすか。見て、4種類ある水ラガーで、なんかね、女子人気らしい。これそうなんや、うん、イエーイ。あ、クラフトビールこんな感じなんや。なに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 、それはどういう顔なの。うまくてびっくり、めっちゃうまいんだけど。これ何の顔やね。枝豆あったら一生飲めるわ。待って、私の皿に枝豆の殻入っとるんやけど、私の皿殻入りにしとる。私が食べてる皿殻入りになっとる。つーちゃんのやっぱ夏が来たって感じするよね。おかんで、やっぱ夏だけにしか楽しめないことやりたいっすよ ね。 そうだよね。まさにビアガーデンだって、まさにそうよ。そんでね、 ANA クラウンプラザホテルさんのビアガーデンは、はい、今年からお気軽にビアガーデンを楽しめるっていう60分飲みほ食べほのプランもあるらしい。今日120分だけど、もうちょっと短いやつがあるってことですね。これプレミアムシートめっちゃいいな。これさ、だって
さ、あれじゃあ大きいよ、確かに大きい。やりたい、私も行きたい。3人いけるよ。やらしい、ムービー、やらしい。やらしいって何？やらしい場所。この席めっちゃいいわ。氷入れてあげるから。ありがとうございます。ティーバッグはジンとジンジャーエールだよ。ちょっと入れすぎちゃったね。あのジンが多かったんで余りました。スープシ入れたらめっちゃ濃いんちゃう？かわいい、かわいい。パーティー気分は味わえる。やっぱこういうビアガーデンに参加するって楽しいね。楽しいんだけど、でもやっぱり富山県内でいうと中心部、例えばここの ANA グランプラザホテルさんとか、ビアガーデンに行くとき、私地元伊水だから、はいはい、伊水から行かなきゃいけない。ああ、なるほどね。もっと気軽に楽しめるところっていうのは正直富山市内まで出ないとないからないよね。でもね、うなちゃんは考えました。出張ビアガーデンをしよう。っていうのをこの2022年夏、地域を巡る出張ビアガーデンっていうのを企画しました。今現段階で決まっているビアガーデンが7月16日黒住名新港で第1回出張ビアガーデンを開催いたします。2500円で生ビール最長5時間飲み放題。笑わんで、5時間。待って、2500円、5時間生ビール飲み放題って狂ってるじゃん。待ってよ。信じらんない。でも2500円最長5時間飲み放題は生ビールオンリー。ただし1個だけ、ごめんなさい、チラシについてる優待券が必要です。あー、なるほどね。で、まあキッチンカーとかおー来てもらったり、食べ放題ではないです。でもさ、もうひとひねり欲しいと思って。エンターテインメント。まず一つ目、はい、DJ リンが来ます。いや、クソ酔っ払いないんだ。ゲストパート2、富山のハイレグ集団グイーン。グイーンがハイレグでビールを背負って、こうかこうこうこう。いや、酔っ払いないよ。でも1個だけ言わして、一番協力していただいたのがこの ANA クラウンプラザホテル富山さん。 ANA さんと一緒にやってるっていう。そう、第2弾は上市、場所は町中交流プラザカミールの駐車場になります。カミールの駐車場、カモシカのサンタ。上市出身だからサンタの住所で、はいはい、新潟県からレルヒさんっていう、あの背高いやつだ。そう、ゆるキャラ界のレジェンドがその日上市に来てるのよ。来てる。やばいっしょ。サンタの夏祭りっていうイベントとコラボして上市のビアガーデンを開催します。その後、まだ企画中のところで、なめり川、なめり川といえばバイニャコさん天才。そう、一番最後は南砺市行きます。すごいね。うな城一大イベントです。自分たちの町に来てくれるってことでしょ。行くよ、あなたの町に行くよ。お食事終わりました。デパートです。最高よ。早い早い早い。そしていっぱい食べるね。めっちゃいい。いっぱい食べるね。柔軟取ったや。上手ねんけど。オレオ。あ、上手。いいですね、いいですね、いいですね。私アイス似合うやん。楽しい。いただきます。横殴ってんじゃん。横殴りじゃん。鶏肉でいいねん。それ何すん。やば、雨やば。事件です。うなちゃんがあっという間に寝ました。あー、いいっすね。プレミアムシートは人が一人寝れる。よくお分かりいただけたでしょうか。このプレミアムシートの広さを、これで復活して飲み直せると。開けてください。なんで、どこにいました。途中からいなくなったんだけど、ね、やっぱりビアガーデンはいいよ、ね、詳しいことは概要欄をご覧ください。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。それではありがとうございました。グー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 。江戸はるみなの。古あざまるです。ね、今日私の後頭部映してくれました。かわいい。いや、やっぱ浴衣着るからさ。いや、これセルフやん、セルフ。いや、うまいよ。見せ方の癖よ。サンタくんの後頭部なんや。サンタの後頭部はいらん。いらんって言われちゃう。ふふじゃない、ふふふじゃない。ワークマネワンホダショーツホダショー、三四わらび五になり、揺れて揺れて揺れるイカの気持ち、楽しいだけど楽してないし。